おはようございます。マンション評論家のマンションマニアでございます。いや、ついに来ました、東京 BRT プレ運行開業でございます。第1便は6時発でございます。こちらは新橋行きでございます。ハロウィン BRT 出ますと勝どき BRT、 そして終点新橋の順に停車となります。いや、これはですね、マンション好きだけでなくても乗り物好きの私からしてもこれですね、たまらんでございます。で、今回運行しているのはですね、東京都交通局ではなくて、千葉県八幡に本社を置くですね、京成バスでございます。京成バスはですね、幕張エリアでですね、やはり連結バスのですね、運行実績がございます。まあね、2連結バス自体はですね、非常にもう見慣れてはいるんですけども、この千葉県の会社が東京の湾岸のですね、交通網を支えるっていうのはですね、非常に千葉好きとしてもですね、たまらないものがございます。こちらですね、ハロウィン BRT ターミナルの停留所になります。まあ、最初プレ運行ですので、運行本数は少なめではございます。1便目はですね、新橋止まりになりますが、2便目はですね、虎ノ門ヒルズまで行きます。で、運賃はですね、前払い方式になります。大人220円の子供110円でございます。将来的にはですね、もう現金収受を行わないということでございます。最初のうちは現金でも、乗ることができるようでございます。この晴海エリアはですね、住環境が良くて都心部との距離がですね、近いことが大きな魅力なわけなんですけども、鉄道整備がまあなされてないエリアなんですよね。そのせっかくのポテンシャルがですね、生かしきれてない一面もあるというので、まあ、それをですね、補うのがこの東京 BRT でございます。本当にここは都心に近いのでですね、住環境がいいんですよね。ただデメリットはその交通便とですね、あとは買い物ですね。買い物に関してはハロウィンフラッグの選手前に商業施設ができるともっと便利になりますけどもね。いやー、なんか嬉しいですね。千葉県八幡の京成バスがこの東京の湾岸の交通網を支えることになる。正確には京成バスのですね、子会社という形で東京 BRT をですね、設立して運行される形になります。いってらっしゃいませ。この先も東京湾岸をよろしくお願いいたします。東京 BRT 開業でございます。いってらっしゃいませ。はい、ということで東京 BRT 開業おめでとうございます。いやー、京成ですよ。京成、もう乗ってるだけでですね、京成の DNA をですね、感じることができました。嬉しいでございますね。6時発の1便を見送った後に、6時14分発の2便目、2連結バスですね、2連結バスの1便目に乗車をいたしました。速達性という部分に関しては、まあ道路の整備状況であったり、まあまだ最初なので現金収受をですね、車内で行っていたりで、課題は残るところではございます。あと気になったのはハロウィン BRT ですね。まあもちろん今後改善されるとは思うんですけども、現在は屋根がございませんでした。あそこも早く屋根ができるといいですね。まあ、まだあくまでプレですからね、
ここからどん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 進化していくということになります。なのでまあ今で判断するっていうのはちょっと早いかなと思いますね。将来的にはもっともっと便利になっていくと思われます。ということで今回はですね、東京 BRT、開業初日行ってみた乗ってみたということでございました。ちょうど私がさっき乗ってた折り返しの便ですね、女性の運転手さんでございました。京成バスの方ですね、奥営業所ですかね。それでは失礼いたします。